はいどうも哲学徒です。今回はですね6月28日の、9時から行われる、明日ですね行われるアップデートの詳細情報がですね、ブリザードの公式サイトの方で上がってきたんで、ちょっと見ていこうかなと思います。今回はですね、チャレンジイベントの大群の試練とあとですね、日本サーバーがついにね1台になる、サーバー統合の方が来ますので、ちょっとね見ていこうかなと思います。で今回ですねサーバー統合の新たな波が6月28日に、スタートということで、東アジア地域の日本サーバーに焦点を当てると。で必要に応じて追加のサーバーを統合していきます。このウェブで一つに統合される、10位台のサーバーすべての完全なリストは次の通りですということですね。で日本サーバーは、オンゴリ、イナリウス、ファフィール、ヘルカラ、リリス、ゾブ、ラクリ、マルク、ティラエルとあとホラドリム、アンダリエル、ザイムという感じになりますので、もしかするとあれかな、もともと16サーバーだった記憶があるんで、もしかすると、あ、違いますね。ちゃんと全部、前代統一ですかね。12台あったものが、1台に統合されるという感じですね。なので、まあね、今までサーバーが違ったことによって、戦場でのマッチを除くとあまりね、出会うことのなかった。クラン同士も戦えるようになるということですので。まあね、まあ今日始めるっていう方も少ないかなとは思うんですけども、どのサーバーを選んだらいいかとか、そういう問題もね、これを機に、解決していくかなと思いますので、まあ、楽しみにしたいかなと思います。まあ、ちなみに私のね、クランの方も概要欄の方に載せてありますので、もしね、まだ始めたばっかりで入るクランがなくて困ってるっていう方とか、あとですね、固定チームの方も少し空きがありますので、もしね、まあ、最前線まで進めてる方で、まあ、インフェルノ1あたりのね、ヘリクアリとか、やりたいっていう方いらっしゃったら、ぜひ固定チームの方もね、お声掛けいただけたらなと思います。でですね、まあ、宣伝はこれぐらいにして、チャレンジイベントの方を見ていきましょうかね。大群の試練チャレンジイベントということで、まあ、こんな感じで、まあ、自分のキャラクターとあと、まあ、敵のウェーブみたいなやつが、押し寄せてくる。で、まあ、対戦相手がいて、まあ、PVP 要素というよりは、PVE の要素のスコアを競いでいくような、イベントなのかなと思うんですけども、あなたは経験があるかもしれませんが、大群の試練から勝利を収めることがチャンピオンの真の証ですと。サーバー時間の6月28日3時から7月の12日3時まで、報酬を獲得してイベントのランクを上げながら他のプレイヤーと対戦することができますと。各プレイヤーには悪魔の群れが波のように押し寄せる、囲まれたレーンがあり、堅実な献身で地獄から悪魔を淘汰することがあなたの目標ですということで、まあ、このフィールドの中に出てくる敵を、まあ、倒しながら進めるようなイベントって感じなのかな。で、ランクがあって、まあ、ブロンズとか、シルバーみたいな感じでね。で、もらえる報酬もランクが上がっていくと上がっていくという感じなのかな。で、トレイルオブザ、ホラドスでの旅はランクシステムによってマークされますと。試合に勝ってランクが上がると報酬を獲得して新しいランク層に入るだけでなくリーダーボードを着実に登っていきますと。はいはい。追加のガイドラインを以下に示しますと。プレイヤーは同じランクの他のプレイヤーと競い自分の腕前を披露しましょうと。トレイズオブザホードスの、マッチメイキングはクロスサーバーですと。より熾烈な、競争に備える準備ができていることを願っていますと。倒されたモンスターは、コンバットグローブを、ドロップすることがあります。これらを使用して戦いの流れを変えることができますということで、バフ要素もあるのかな。で邪悪なデーモンの、陰謀弾を切り裂くと、敵側に精力的なエリートの敵が、出現しますということで、なんだろう、お邪魔ぷよみたいな感じで敵側の方に、敵のフィールドに、モンスターを送り込むみたいなこともできるのかな。はいはいはい。で、そうですね。すべての装備、レジェンドジェム、バッジ、その他のボーナスを使用できますということで、なんていうのかな。みんなが同じ条件じゃなくて、ちゃんと課金要素なんかの、部分も反映されているという感じかな。で、プレイ中に以下の、毎日のタスクを完了すると、大量の通貨報酬を、獲得できますということで、1マッチを完了すると3000ゴールド20スクラップ、モンスター150体倒すと3000ゴールド20スクラップとか、コンバット
コンバットグローブを5個拾うとか、あとモンスターを1000体倒す、2000体を倒す、3試合に勝利っていうところで、はいはいはい。まあ結構な量になるわけですね。まあ2000体っていうと結構大変だとは思うんですけども、まあね、毎日タスクをこなすことで報酬ももらえると。はいはい。3試合に勝つと十分な価値がある人に追加のミステリータスクの、ロックが解除されます。装備を手に入れて、冒険者や自分のスキルを試す準備をしましょうということで、まあね、新しい要素、まあこちらもね、まあ実際に始まったら、動画の方で詳しくお伝えしていこうかなと思うんですけども、まあ PVE を主体にした、対人戦みたいな感じなんで、まあ新しい試みとしてね、どんな感じになるのか楽しみにしたいところかなと思います。で次ですね、シーズン15のバトルパス、ブロンズウォーデンということで、新しいバトルパスの方も来ると感じですね。はい。で、今回は、聖堂の監視のように前に進み放棄することなく攻撃しますということで、サーバー時間の7月の6日の午前3時より開始ということで、40のランクまで達成すると、まあ武器とね、あとアーマーのコスメティックが入手できるという形になってますね。で、今回も、コレクター版の、バトルパスを購入した場合、これは今2800円かな、日本円だと。は、バトルアーカイブショップからローテーションコスメティック。これは過去のコスメティックが復刻されて出てくるものになりますので、それが入手できるっていうことと、あと、ま、他の職のね、同じ、まあ、今回のシーズン15、バトルパスのコスメティックをもう一着もらうっていう選択肢もありますので、まあどちらかを選んでもらうことができるという感じですね。で、このバトルパスはサーバー時間の8月の3日午前3時に失われますと。今日からデモを楽しいランクを上げていきましょうと。サーバー時間の6月28日3時からシーズン15はバトルパス終了まで、プレイヤー2つ星のマザーラメント、レジェンドランク1。2つ星の熱烈な牙レジェンドジェムと交換するオプションを利用できますと。はいはいはい。シーズン15でバトルパスが戻りますと。なるほどね。感じですね。で、今回はリターンイベントということで、まあ、復刻イベントですね。まず、飢えた月が、来るということで、飢えた月は、プレイヤーはサーバー時間の7月の2日3時から7月の8日の3時まで、1日に最大3つのタスクを4つ完了すれば、飢えた月を完了することができるということで、まあ、こちらもね、まあ、かなり前に比べて、6日間の間に、貯めればよくなったので、かなりね、緩和はされてるんですけども、飢えた月、まず来る。とあとはあれですね、夜勤さんのイベントですね、こちらは、7月の8日から7月の15日3時までということで、イベントが行われると。で、昨日の更新に関してはですね、コーバス探検隊が次のように完了されましたと。以前は遠征を開始するには8人のプレイヤーが必要でしたが、現在は4人のプレイヤーのみが必要ですと。コーバスエディションではより多くのゴールド経験値アイテムを獲得できるようになりましたということで、まあ8人まで待たなきゃいけなかったんですけど、それが4人でできるようになったと。ただまあ結構人数がいた方が有利なイベントもあるんでね、なるべくまあイモータルクランの中で、まあ調整してね、まあなるべく1回で多くの人が参加した方がいいかなとは思いますが、まあ最初出発数が少なくなったことでね、ギリギリの時間でもコーバス探検隊始めることができる、人が増えたんじゃないかなと思いますね。で、次ですね、サイドクエストに関してなんですけど、サイドクエストの1日の上限が16から24に増加しましたということで、サイドクエストはですね、一応出現数の上限というものが、まあ、設定されてるんですけど、そこがね、24に増えたということで、まあ、かなりね、まあ、新しく始めた方は特にサイドクエストね、最初埋めてる方も多いかなと思うんですけども、やりやすくなったよというところですね。で、呪われた塔、プレイヤーにより多くの情報を提供することを目的として、呪われた塔のマップとマップフィルターにいくつかの、改善を導入しますと。各タワーには対応する番号がマップ上に表示され、すぐに識別できるようになった。で、OK ボタンをクリックまたはタップする前に、マップフィルターにフィルター選択によって得られる結果の数が、表示されます。以前はフィルターメニューでデフォルトで競合専用及び未承認のタワーステータスが選択されていました。
ただしマップにはデフォルトで全ての塔が表示されるため、これはマップのデフォルトの状態を反映していませんと。これでフィルターが開き、全てのステータスのと、ステータスとバフが選択され、マップ上にデフォルトで表示されるものと正確に一致しますということで、まあ、呪われた塔ね、まあ、他の塔の効果とかそういうものもね、まあ、見やすくなるかなと思いますので、まあ、結構ね、最近、クラーの方々に誘っていただいてね、呪われた塔の方もちょっと積極的にやり始めたんですけど、なかなか面白いので、ぜひ、ね、参加してみてほしいなと思います。そしてクランとシャドウクランのタブということで、グランが、現在占有しているタワーの数が、クランタブとクランタブの名前の横に表示されるようになりました。はい、これはプレイヤーが呪われた塔への参加に基づいて、情報に基づいてランカーに参加する決定を下せるようにするためですというところですね。で、恐怖の陣霊、このイベントを合理化するためにいくつかの生活の質の更新が実装されます。あと、各報酬を受け取るために、プリファイ、ボタンを使用する必要はなくなりました。これは自動的に行われるようになりましたということで、なんか恐怖の巡礼ね、ちょっと表示がバグってて、日数に達しても、取れてないように見えるんですけど、実際は、まあ、開始日数の方が、まあ、なんていうかな、表記とずれてたっていう感じなのかなと思うんですけども、まあね、取り忘れがなくなっていいかなとは思いますね。はい。で、次ですね。ヘイトレッドヘリテージファントムマーケットということで、は、サーバー期間、7月の6日の午前3時ではなくて、サーバー、時間の7月12日の3時に終了しますと。新しいクラスは、ヘイトレッドヘリテージファントム、ヘリテージコスメティックセットを着用できるため、プレイヤーにそれを入手するための追加の時間を提供したいと考えていますということで、まあ、この情報から読み取れるのは、7月の12日に新しいキャラクターが来るっていうことなのか、それともまあ7月6日なのかもしれませんが、まあね、新しいクラスが来るという情報はね、何回か前の更新情報の中にも出てきていたので、まあ、7月はいよいよ新クラス登場ということで、まあ、次の更新が、まあ、すごく楽しみなところかなと思います。今回はね、まあ、更新内容としては非常にね、シンプルな感じになってますけども、まあ、特にですね、見新しいものとしてはこちらのね、大群の試練チャレンジイベントですね。まあ、こちらどんな感じになるのか、実際動画の方でもお伝えできればなと思ってますので、よろしくお願いします。あとそうですね、サーバー統合に合わせて、まあ、同じサーバーになる皆さんもね、ぜひ、まあ、なんか、まあ、クラン参加したいとかでもいいですし、固定チーム入りたいとかっていうか、でも構いませんので、お声掛けいただけたらなと思います。このチャンネルではですね、ディアブロイモータルや、ディアブロ4などの、ディアブロ各作品の攻略動画を上げてますので、もしよろしければこの機会にチャンネル登録の方もお願いします。あとですね、まあ、ディアブロ4の発売に合わせて、ディアブロのディスコードサーバーの方も始めましたので、もし興味のがある方はね、概要欄のリンクから、参加していただけたらなと思ってます。で、まあ、こちらではですね、主にディアブロ4の、パーティー募集が中心にはなってますけども、まあ、それ以外のね、ディアブロ2、ディアブロ3、そしてディアブロイモータルのね、パーティー募集いただく用意してますので、ぜひね、それらの作品にね、まあ、を遊ばれている方もね、参加していただけたらと思います。特にイモータルはね、まあ、現在現役のプレイヤーも、かなり減ってきてしまって、少し寂しいなと思っているところもありますので、ぜひね、まあ、固定チーム、固定レードなど、気軽に参加していただけたらなと思ってます。はい、今回も動画見てくださってありがとうございました。哲学とでした。